今回ご縁をいただいた語り手は、美しい姿勢と所作を教えるスクール LB モデルスクール代表の吉田千佳さんです。私のスタートは言ってみればマイナスからのスタートで、社会復帰したいってただそれだけだったんですよね。2012年のミスユニバース静岡大会に出場したのがきっかけで、はい、そこから人前に立つっていうことが始まったんですけども、その前にですね、ウォーキングのインストラクターの資格を実は取っていて、そのウォーキングの資格を取る前は1年間フラフラとしていた時期がありまして、というのもその前の、約5年間ぐらいはすごく働き詰めで、体に悪いことばっかりしてたんですね。で、精神的な病になってしまったんですね。はい。それで1年間こう治療というか、引きこもりみたいなことをしていて、それで、はい、知り合いの方から、お前背も高いし、よかったらウォーキングのインストラクターの知り合いがいるから資格取ってみればいいじゃないかって言われて、こう社会復帰の気持ちで、初めはその門を叩いたんですよ。そうだったんですね。じゃあコンテストに出るためにじゃなくて、はい、はい、そうなんですよ。自分にとってはこう藁にもすがる思いみたいな感じで、皆さんが思うようなこうきらびやかなスタートでは全くなかったんですね。自分の力ではもうどうしようもない状態だったんですけど、体を整えないと心って整わないんだって、ごく当たり前のことにもうすごく納得して、姿勢を整えたりだとか、内面をこう整えていくことで、気持ちが明るい時間がどん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 レッスン受けるたびに長くなっていく感じで、ですっごくいいスパイラルが生まれたんですよ。それが今私が伝えられてる内容にはなってくるんですよね。生徒さんたちが、はい、落ち込んでいる時に、いや私もそうだったんだよっていうことをこう伝えてあげられるなっていうふうに思ってて、障害を持たれてる方のサポートもされていると、スペシャルビューティージャパン2018という、はい、コンテストの画像を少しね見させていただいて、息子がいるんですけれども、生まれつき聴覚障害で生まれたので、チャレンジチャイルドの子どもたちと接することが多いので、どんなふうにコミュニケーションを取りながらその人らしさをとか、ウォーキングとか教えてらっしゃるのかなっていうのがすごくね気になっちゃってジェスチャーとか、こう私がお見本を体で見せて、それでこう伝えるっていうのを一番重視してまして、ボディタッチでここだよってツンツンって体で教えてあげたり、集中力がこう途切れちゃった時とかなんかは、ぼーっとしちゃった時にツンツンってやると、あって気づいたりするので、しっかりとそういう、こう刺激を与えてあげるっていうところとか、すっごく大事にしてるのが、私自身が笑顔を作って教えてあげるっていうのをすごく大事にしてて、ついつい私自身も真剣になると真顔になって一生懸命伝えようとしちゃったりだとか、生徒さんたちも真剣に教わろうと思うからすごく真顔になっちゃったりとかするんですけど、みんなが気づかないうちに教室の中全体がすごい暗い状態になっちゃったりするんですね。なのでそこでこう笑顔を思いっきり作ってあげて、で、生徒さんの方もつられて笑って、なんだかわからないけどとっても楽しい雰囲気になって、それでもっともっと覚えたいとか、もっと楽しいことしたいってい う, こうモチベーションが上がっていくっていう感じでレッスン進めてます。一応今のスクールのこうカテゴリー的には、プロのモデルさんを目指すプロモデルクラスっていうのと、普段使う歩き方姿勢を教わるクラスのベーシッククラスがあって、プロモデルクラスの子たちは本当にモデルを目指しているので、今は海外では本当にこう有名ブランドさんがダウン症のモデルを起用したりだとか、さまざまなところでそういう、こう障害をお持ちの方が活躍してるんですけど、日本でもそういう方がちょっとずつ出始めてて、なんでうちのスクールの子たちはそれを目指していて、でベーシッククラスの子たちは例えばですけど、本当にリアルなお話なんですけど、例えばこう右側に傾いちゃって普段生活してる方とかって結構いて、でそれが別に特に骨格に問題があるわけじゃない子も多いじゃないですかね。
もう本当にただただその子の癖で、例えば右肩が下がっていて、それが別に骨格の問題じゃなくて癖の問題で、それが筋肉に影響を及ぼして、だん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 もっとあの傾きが大きくなっていってしまうってこう、まあ、方とかもいらっしゃるじゃないですか。正しい歩行とか正しい姿勢っていうのを教えてあげることによって、鏡を見ながら自分でも修正できるようになって、でだんだんとそれが、日常にこう溶け込んでいって、気づいたらすごくこう何でしょう、今までこうぴょこぴょこと歩いてしまってたのがスーッとこう美しく歩けるようになって、自分に自信が持てたと。日常生活でんって思われてチラッと見られることが減ったよとか、職場でかっこいいって言われたよとか、最初驚きでしたけど、すごく大事なことだなと思って、もちろん個性っていうところの上でもっとよりよく見てもらうためにはとか、素敵に輝かせるためにはって、鏡に向き合うってとっても大事なことだと私はすごく思います。あの息子の時代ももう20年近く前だったので、もう昔のことなんですけど、はい、うちの子なんか分かんなかったので、その体のこうやったらこう動くし、こうやったらこう見えるんだっていうのをこう学びながら体を整えていくっていう世界がね、広がっていったらいいなってね、今すごく聞いてて、ね、思ったんです。姿勢をよくしなければいけないよとか、まっすぐにしなきゃいけないよとかじゃなくって、あ、こうしていたらとっても自分が楽しいなと思ってやりたくなると思うんですよね。だからそれをまずはね、体験したり知るっていうことがみんなができたらいいなと思うんですけどね。美しい姿勢と所作を教えるスクールっていう風に、ま、あのコンパクトに、ね、ご紹介されていますけども、本当にその自分をより自分らしく表現するためにはどうしたらいいのかっていうのをいろんな角度から教えてくださるスクールなのかなっていう風にね、ちょっと個人的に思っちゃったんですけどね。いやー、嬉しいです。最近はウェブとかでもスクールされたりしてるんですか？そうです、そうです、あのオンラインレッスンがありまして、あのマンツーマンレッスンになってまして、じゃあちょっと恥ずかしさもある方は、はい、なおさらいいですよね。あの家の中なので、基本的に何でしょう、こう自分のテリトリーというか、はいはい、で移動時間もないですし、あのお忙しい方とか、それこそあの、ね、障害をお持ちの方とかっていうのは移動がないので、安心して受けれるのかなと思います。全国の、まあ、モデルさんから一般の方から、また障害でお持ちの方までお伝えしていた、いければなと思っております。吉田さんをご紹介してくださいました。牧野光則さんからメッセージをお預かりしておりますので、読ませていただきたいと思います。最初出会った時、知り合いが誰もいない状況の中、一人親切にしていただき、とても印象に残っていました。去年の夏、思いがけず千佳先生のウォーキングの授業を受けることになり、大変貴重な体験をさせてもらい、ありがとうございました。姿勢がいかに大切かを確認させてもらうことができました。その後 NHK での特集を見て、その思いにとても感銘を受けました。これからもその優しい気持ちで障害のある子どもたちを包み込んでいってください。嬉しい、ありがとうございます。オンラインレッスンを受けてくださって、男性の方もレッスンは受けられていらっしゃるんでしょうか？はい、あのお受けしてます。で、男性の方オンラインはもうあのもちろん OK なんですけど、あの対面レッスンの方は今ちょっとクラスがない状態なので、あのパーソナルレッスンだけお受けしてます、ね、経営者の方とかこう、ね、お仕事されるビジネスマンとか、やっぱり違ってくるのかなって。やっぱり人前に出る方っていうのは、こう本当にこれで合ってるのかなとかね、あのちょっと不安が降って、そうよぎるってよく言うんですけど、まあ、今ボディコンテストとかフィットネスのコンテストってとてもあの盛り上がっていて、ボディビルっていう、こう筋肉ムキムキっていう感じだけじゃなくて、
引き締まったボディを披露するというコンテストもたくさんあるんですね。でその中でのステージ上でのパフォーマンスだったりとか、本番当日迎えるまでの準備だったりっていうところのサポートもさせていただいてて、そちらが今結構ねオンラインの方でもお問い合わせがとっても多いんですよ。そこら辺のお悩みがある方もぜひお問い合わせいただけたらと思います。本日の語り手は、美しい姿勢と所作を教えるスクール LB モデルスクール代表の吉田千佳さんでした。お相手は声・糸アーティスト西尾直美でした。